皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。のみすけ調理師のおしゃぶです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回の動画なんですが、2024年2月21日にですね、私の大好きなサイゼリヤさんが春のグランドメニュー替えが行われたということで、そちらの方、現地のメニューを見に行ってきましたので、皆様にお伝えしたいと思います。え？なぜ今なのか。そうなんですよね。2月の21日なのに、これもう3月の中旬過ぎぐらいでございまして。実はですね、よく遊びに来ていただける方はご存知なんですけども、入院してたんですよね。役立たずでございます。まずは、現地のメニューを見ていただく前にですね、今回のサイゼリヤさんの公式のニュースリリースを参考にしながら、ちょっと説明を入れたいと思いますので、今回の動画はいつものように、レビュー動画ではなく、解説動画になりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは進めてまいりましょう。まずお伝えしたいのは、2024年3月時点で、サイゼリヤさんのグランドメニューは2つの地域に分かれているんですよね。中部伊東と近畿伊勢に分かれています。ざっくり言うと名古屋から東、近畿から西に分かれているということです。後で店舗で実際のメニューを見ていただくんですけども、それは私が住んでいる近畿伊勢のメニューということになります。また、一部、近畿、伊勢、あるいは中部、伊東のメニュー以外のメニューの店舗がね、多少あるんですよね。新商品を試したりするような店舗がありまして、そういうところはちょっと違うんですけど。この二つのメニューの違いも後でご案内しますが、まずはサイゼリヤさんの今回のメニュー替えの公式ニュースリリースです。はい、出ましたね。詳しく見たい方は動画を止めてご覧ください。今回ね、ちょっと特別なことがあったんですよね。まあ、サイゼリヤファンじゃないと、まあ、わからないと思うんですけども、サイゼリヤさんは通常年4回、四季に合わせてメニュー替えを行っていますが、今回ね、冬のメニュー替えが飛んだんですよ。秋のメニュー替えで、今回の春のメニュー替えということで、サイゼリヤファンになって初めての出来事ですね。その要因はおそらくなんですけども、ずっと続いているアフリカ豚熱の、まあ、せいじゃないかなと私は想像しています。未だにイタリアから豚肉の製品というのは輸入禁止になってるんですよね。なのでね、まあ、ネタ不足なんじゃないかと想像です。まずは残念なお知らせです。お持ち帰りのオリーブオイルの価格が上がりました。850円から1200円に上がったということで、結構大きいですよね。41% 以上の値上げとなっております。ちょっと重箱の隅をつつくようで恐縮なんですけども、店内での提供価格を維持するために、価格を見直しさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。とあるんですけども、店内の提供は基本無料なので、要はお持ち帰りで買う人が店内の無料提供を維持するために価格を負担するみたいな読み方ができるのがちょっと気になるんですよね。考えすぎでしょうかね。新しいメニューを見るついでにオリーブオイルも買ってきました。確かに1200円になってましたね。さて、今回のメニュー替えの特徴ですが、ほぼほぼパスタの変更となっております。その中で特にネットで賛否両論なのが、このイカスミ入りのスパゲティなんですよね。サイゼリヤさんほどの規模の企業なので、消費者の調査とかしてると思うんですよね。その中で、まあ、口元が汚れにくいセピア色がいいんじゃないかというような方向性だとは思うんですけども、
ちょっと以前のイカスミのスパゲティを見ていただきましょう。昭和親父の私はこれがイカスミのスパゲティの色やろうとは思いますけどね。お味の方はまだ私食べていないので、食べたらまたね別の動画でご紹介したいと思います。はい、パスタの新商品2つですね。イタリア野菜のトマトスパゲティ、オーブンでじっくり焼いた野菜の旨味ソーセージ入り、キノコとほうれん草のクリームスパゲティ、自慢のホワイトソースを使った特製ソースは3種のキノコの香りを引き立たせますとありますね。これ楽しみですね。価格はトマトスパゲティの方が540円、クリームスパゲティの方が600円。まあ、単価アップを狙った商品になると思うんですが、いいと思います。この値段でも十分安いと思うし、サイゼリヤさんも単価アップしていってほしいですね。私はそれの方がまあ健全経営になっていいんじゃないかと思います。健康志向でしょうかね。全粒粉のパスタも用意したとのことです。ただどうやらこれは東地区だけみたいですね。では現場のメニューを見てみましょう。それでは現地のメニューを見ていきましょう。詳しく見たい方は動画を止めてくださいね。見開きにサラダ、いいですね。これから暖かくなってくるのでサラダの需要も高くなるでしょう。サラダの内容は基本的に変わっておりません。次のページはスープとワインの紹介になっています。スープもワインも内容は変わっておりません。このマグナムが実物大で表現されているのが面白いですよね。待ってました、おしょぶー大好きな前菜おつまみのコーナーです。おしょぶーおすすめ蒸し鶏の香味ソースです。ああ、このあたりは外れなしのメニューが続きますね。はい、みんな大好きピザのページです。まあ大人気の、まあ、定番マルゲリータピザよりはおこちゃま口の私はソーセージピザをおすすめしております。さてピザの隣なんですけどね、西版はコーディネーションをする美味しさを説明するページになってるんですが、東版が違うんですよね。東版では公式ニュースリリースにありました全粒粉のパスタ、まあペンネですね、それを使った商品の紹介になっています。ペンネアラビアータの全粒粉、エビとタラコのクリームグラタンの全粒粉ということでございます。はい、ドリアとグラタンのページですね。見ていただければわかるんですけども、エビとタラコのクリームグラタンはメニューとしてありますが、西のメニューは全粒粉の文言はありません。みんな大好きパスタのページですね。こちらがニュースリリースにあった新商品ですね。そしてリニューアルされたイカスミのスパゲティですね。これどんなんかな、仁鶴師匠。はい、こちらも先ほどご紹介した新商品ですね。楽しみです。はい、西メニューにもペンネアラビアータはありますが、全粒粉の文字はありません。続きましてハンバーグのページです。基本的に変わっておりません。
さてチキンのページなんですけども、チキンのページに一緒に載っているラムに東との違いがございます。西版はラムのランプステーキなんですけども、東版はラムと野菜のグリルとなっております。デザートは変更ございません。今回の動画最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。皆様と良いサイゼリアライフを。さよなら。